のフリックした。よく見てた。左足狙った、弾いたところ蹴り込んだ、大槻雄平、引退を表明したばかりの大槻雄平、勝ち越しゴール。水源金沢チーム最高さん、6年目の男がやってのけました。勝ち越しゴール、大槻雄平自らの引退に花を添えました。呆然とした表情笠原、これ以上ないドラマを作りました。いや、いいタイミングでこれ左サイド抜けるんですよね。でこのマイナスのクロスに対して左足シュート、まあ、少しディフェンスもブラインドになったのかもしれませんが、笠原弾くのが精一杯でしたね。そこのセカンドボールを狙っているというところがね、このポジション取れ